はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は2023年2月26日幕張メッセで行われた新日本プロレスプレゼンツ CMLL ファンタスティカマニア2023軍団対抗タッグトーナメント決勝戦、アトランティスジュニアウルティモゲレーロ対武士ティタンの試合を振り返ってみたいと思います。メキシコでは敵対関係にあるアトランティスジュニアとウルティモゲレーロが越境タッグを結成、武士ティタンのロスインゴコンビと決勝戦を争います。序盤戦、アトランティスジュニアウルティモゲレーロは重厚な攻撃でロスインゴコンビを圧倒します。しかしロスインゴコンビは軽快な動きでアトランティスゲレーロを攪乱します。その後もゲレーロは圧倒的なパワーでティタンを追い詰めるも、ティタンも負けじとゲレーロとアトランティスの分断に成功します。リング上ではアトランティスと武士の白熱の攻防が繰り広げられます。アトランティスはフロックスプラッシュを失敗するも再度トライし、武士からピンホール勝ちを奪いタッグトーナメントを制しました。大会を締めくくったのはアトランティスで、マイクを持ち日本語と英語を交えファンに感謝を伝えました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。熱狂の幕張メッセからお別れします。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。